この春卒業した大学生の就職率は97.3%で、3年ぶりに前の年を上回ったことが厚生労働省と文部科学省の調査で分かりました。今日発表されたこの春卒業した大学生の就職率は、1年前より1.5ポイント高い97.3%で、3年ぶりに前の年を上回りました。 厚労省は就職率は過去最高に近くコロナ禍前の水準におおむね戻っているとした上でコロナが落ち着いたことで一部の業種を除き企業の採用意欲が高まったことが要因だと分析しています。